指名手配されてるただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。今日は、ニュースで出てますこの問題です。チャイニーズドラゴンね、もともと江戸川火災の方で、元満州残留孤児、その子供たちが、集まって暴走族から始まってね、江戸川区から始まって、そして、暴力団を作ってた、ギャングから暴力団になったというグループです。で、刑務所に仲間が行ってね、本当ヤクザと一緒でしょ。刑務所に行って、まあ日本育ちだからね、それが帰ってきたと。帰ってきてた、今度このサンシャイン60というところで、昨年の10月16日、出所祝いのね、方面祝いだよね、やったわけですよ、集まりをね。で、そこに対立するグループもなんか乱入してきてた、ガチャ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 って100人ぐらいの大騒動の、事件になって、乱闘事件になったと。そもそもね、このチャイニーズドラゴンというのは準暴力団なんですよ。準、つまり暴力団として認定するには日本の法律が対応できてない。なぜかというと、日本のほらヤクザっていうのは何々会、何々組とかさ、ちゃんと親分は誰ですと、で事務所はどこにありますと、全部それを公表するわけですよね。そうすると警察は、代表者誰々、事務所はどこどこに対して、暴力団対策法とかね、防廃条例、暴力団排除条例とかね、そういうものを発動するわけですよ、ね。だけどここ法改正しないとさ、この人たちはさ、誰が代表者なんだろうと、まあもちろんトップはいるんだろうけども、事務所はあっち、こっち、そっちと。でもまあ警察が、いろいろな日本の暴力団をね、こう締め上げてって、俺たちが完全に全部そういう裏社会を抹殺というかやっつけるんだということでしたら、これ警察庁も政府に言って法改正してね、日本の暴力団どんどんやっつけてたら、なんか外国のマフィアみたいになっちゃったと。まあ暴力団はそうじゃないんだけど、その外国からも入ってきてるし、日本にいた特にこういう中国系のね、準暴力団って警察は言ってるけど、準じゃなくて暴力団としてやらなきゃいけないから、そういう定義、暴力団の定義を変えてくれってやらないとさ、何これ乱闘事件やって不起訴で、その前に日本の暴力団だったら方面祝い、刑務所から出てきたお祝いをサンシャイン60はおろか、その辺の会議室でも開催することできないから。でもしね、ホテルとかさ、どこか会議室でもいいや、そんなとこで方面祝いをやるために嘘をついてね、名前を嘘ついてやったら、これどうなるかというと詐欺です。詐欺あって、今日本の暴力団、車運転しようにもローンも組めない、車の名義も取れない、それどころか今度高速道路 ETC も使えないんでしょ。俺は暴力団をやってるよりも地下に潜った方がいいやねってなっちゃうよね。だけどそれにしてもこう外国人がさ、これだけじゃないんだよね、外国人犯罪。これは象徴的な事件だから鈴木取り上げましたけれども、ベトナム人のね、牛泥棒、豚泥棒にしてもさ、釈放されちゃうわけだよ。いや、これはけしからんでしょうよ、けしからんよ。でこういうことを見逃してたんじゃいけないよ、ちゃんとしっかり法改正して対応できるように、外国人犯罪に対応できるようにしてくださいよということを鈴木が、月曜日夕方金町で凱旋したりすると、
差別だろーとか、帰れーとかね、邪魔だーとかね、いうのが出てくるから何が差別だっつんで、いや法改正必要ですよ。なぜか日本の治安守るためだ。でも真面目に働いてる外国人、チャイニーズドラゴンなんすか、チャイニーズだ、誰がだってどこの国の人か分かるけど、で真面目にやってる人バカ見ちゃうじゃん。いやそんなね、真面目にやってる人がバカを見るような世の中作っちゃいかんのだよね。ましてやなんで不起訴なんだよ、これ起訴猶予じゃないからね。起訴猶予っていうのはさ、そもそも、今回勘弁してやろうっていうことで不起訴だから、罪なかったことになってんだからね。大体そこいうメンバーがそういうとこにいる時代で、ね、日本の暴力団だったらそれだけで逮捕だ、逮捕ローンどころか銀行のカード作ったら詐欺だからね。そのぐらい日本人に厳しくしてんだったら頼むよ、警察、警察庁長官頼むよ、外国人にも厳しくしてくれよ。なんで不起訴なんだよ、他にもいっぱいあるぞ、泥棒にしても何にしても。せっかく現場の警察官逮捕したってなんで不起訴なんだよ、ほんとしっかりしろよ。